陸軍貯油施設は沖縄県にある米軍基地で沖縄戦当時からアメリカ陸軍が設立した貯油関連施設群。現在はうるま市の天音根桟橋、キャンプコートニーに隣接する地域と嘉手納飛行場に隣接する地域2カ所にある。また、貯油施設を結ぶ総油管が嘉手納弾薬庫地区や嘉手納飛行場などの各基地間を連結している。陸軍貯油施設は、うるま市、沖縄市、嘉手納町、北谷町、宜野湾市に広範囲にまたがっており、タンク施設は、金湾側と北谷町、桑江地域の2カ所に分かれている。沖縄県浦添市にある県道251号、那覇宜野湾線、パイプライン通りの案内板パイプラインはこれらの施設と嘉手納弾薬庫地区や嘉手納飛行場などと連結しうるま市、沖縄市、嘉手納町、北谷町、宜野湾市にまたがっている。北上ラインは、那覇港湾施設の返還合意に伴い、那覇港湾施設タンク地区の18基の代替タンクを、近第1、第2、第3タンクファーム及び、加え第1タンクファームに建設し、機能を移設させた。これにより、北上ラインは完全に撤去されている。南下ラインは、近タンクファームから、嘉手納弾薬庫地区、嘉手納飛行場、桑江ブースターステーション、キャンプ漬けランを通って、普天間飛行場までの総油管施設が残っている。総油管は2本から4本からなり、金湾沖合の石油ポイントから総油されている。総油管で運ばれる燃料の種類は、JP-4、モガス、DFM、アビエーションフューエル、JP-1、ナップ等があり、いずれもパイプラインのほとんどが、各市町の使用地を通過している。管理米軍は4月1日の沖縄島上陸後、すぐに兵站としてのパイプライン建設に着手した。1945年4月29日、米陸軍撮影の嘉手納飛行場につながるパイプライン。パイプラインで作業する兵士と、海岸から貯蔵タンクへ石油を輸送するタンカー等2003年に返還された桑江ブースターステーション。フェンスの向こう側に3本のパイプラインが見える。2003年3月31日、キャンプ、桑江の北側返還時に合わせて桑江ブースターステーションも返還された。1990年12月、浦添市磯と宜野湾市伊佐を結ぶ総油管施設は通称パイプライン通りの一部を形成し、米軍の提供施設として利用されると同時に、総油管の上部は地域住民の生活道路として利用されていたが、道路中央に大きなバルブボックスが設置されており、交通渋滞や事故を招き、市民生活の大きな弊害となっていた。返還された区域では、道路中央のバルブボックスが撤去され、市道として整備されている。2013年に安倍内閣が発表した嘉手納以南の基地返還計画では、2022年以降に第1、桑江タンクファームの返還が予定されている。約16ヘクタールの陸軍貯油施設第1、桑江タンクファーム陸軍貯油施設第1タンクファームが対象となる嘉手納以南の基地返還計画。第1桑江タンクファーム返還合意内容、普天間飛行場の運用支援施設のキャンプシュワブへの移設嘉手納飛行場の運用支援施設の第2金湾、タンクファームへの移設管理棟及び、車両燃料ポイントの第2桑江タンクファームへの移設。しかし、上記に見るように合意された返還条件が、普天間飛行場のキャンプシュワブ=辺野古移転を前提にしたものであり、また、桑江第1タンクファームが、普天間に燃料を送っているという機能上、普天間飛行場の移転に先行し返還されうるのか、どうかが問題となっている。陸軍貯油施設うるま市における基地の概況。基地政策姿勢、財政、議会、選挙、統計、基地、購買等うるま市役所。www.city.uruma.lg.jp。2021年1月4日閲覧。米国陸軍省編、外間忠史郎役、沖縄日米最後の戦闘光人社 NF 文庫 P99、沖縄県、米軍基地環境カルテ陸軍貯油施設北谷町。北谷町の戦績、記念碑、防衛省跡地協議会資料、1陸軍貯油施設第1クワエタンクファーム、2キャンプクワエハット NHK クローズアップ現代、在日米軍再編見直し現要外相に問うの中での黒羽光一郎外相の発言。嘉手納以南の米軍5基地、県民欺く、先行返還、グアム移転、県内、移設が条件、数年で聞かない、先行き不透明。www.jcp.or.jp 2021年4月3日閲覧。沖縄の米軍基地。ありがとうございます。